ここでいいの？王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天国に思えてくるな。このクソガキが急に絡んできやがったのさ。今さら真面目な話があるだと？俺の知ったことかよ。このクソ親父、何一つ本気で向き合いやがらねえ。だからギリギリ通じるこいつしかねえんだ。帰ってきた時はそしらぬふりしといて今さらか。手前がってばかり抜かしやがって。あんたがそれを言うのかよ。俺にも心の整理をつける時間が必要だったんだよ。だから知ったことかって言ったぜ。なんで俺がおめえの話に付き合わなきゃなんねんだ。一応は俺の親だろうが。ちぇ、いつまでもピーピーうるせえ。いい加減黙らせてやる。昔みてえにこいつでな。二人ともやめ。こんなもんかよ。昔の俺に言ってやりてえぜ。本気で挑みゃ5回に1回は勝てたぞってな。真面目な話って言ったが、別に俺が話すんじゃねえ。ほんの少し前、偶然旅先で出くわした。母ちゃんからの手紙だ。確かに渡したぜ。もうすぐ俺はまたライザたちと旅に出るが、今度帰った時また知ったことかなんて抜かしたら本当に許さねえぞ。ライザ、行こうぜ。なるほど。クラウディアのとこに入り浸ってるとお菓子の食べ過ぎで太りそうだね。ライザはいつも忙しく走り回ってるから、それくらいでちょうどいいんだよ。はい、オートより一通即便で届いております。持ってまいりますので、応接室でお待ちください。ありがとうございます。あ、や、二人ともいたんだ。こんにちは、タオ君。聞こえちゃったけど、王都と手紙のやり取りというと、相手はパトリツヤ城ですかな、タオ君。王都からの側便は多分ね。そろそろあれの結果も届く頃だろうし。あれ？そっちよりも僕の方が側便を出しに来たんだよ。パティじゃなく王都の知り合いに。王都の知り合いって学園の人たち？うん、ボスと相談してさ、王都で例の本にあった竜の風跡って言葉を調べてもらうことにしたんだ。真面目な話だったんだね。ありがとう。いいよ、友達だろ。クラリア、僕らが旅に出た後、空剣島に届いた手紙は？わかってる。ちゃんと転送してもらうようにするよ。即便の手配をいたしました。オートから届いたものはこれです。お受け取りください。はい、ありがとうございます。うわ、分厚い封筒。さっきの件なわけないし、一体何？パティからだけど、まさか。さ
っき言ってたあれってやつかもね。え、これってまさか両方、両方って何が？ごめん、今日は帰るよ。どうしちゃったんだろう、タオ君。さあ。ここにしよう。ルベルトさんからお手紙？今は対象をクラウディアに任せて家で楽隠居してるんだっけ。大げさすぎるよ。紹介は今、お父さんが故郷で運営を総括して主要な対象を私が管理するって感じかな。なるほど、運営を総括で管理なんだね。手紙はお母さんの容態は安定してるから心配せず好きにしなさいって返事。合流する前に少しの間ライザと行動しますって確認の手紙を送っておいたんだ。さすが、手回しが的確だね。お父さんがついてるって、お母さん本当に大丈夫？私との旅で長く会えなくなったりしてない？大丈夫。容態って言うから大変に聞こえるけど、お母さんの様子はずっと変わりないんだ。お父さんが一緒にいるのはライザのおかげ。え？あの時ライザが私たちをもう一度まっすぐに結びつけてくれたから、お父さんも私も遠慮なくお母さんのことを話してどうするかをお互いに相談できるようになったの。それこそ大げさだよ。私が手助けしたとしても勇気を出したのはクラウディア本人なんだから。勇気？ん？どうかした？ねえ、ライザ、錬金術って物を作るだけなのかな？え？あ、今の話は忘れて。ちょっとライザに甘えすぎなことだから。なんだかわかんないけど、いつでも続きをどうぞ。クラウディアのことちゃんとわかってるから。ライザ、気遣って考えて遠慮もして、でも言うべき時には言ってくれるんだよね。うん、何してるんだろうな、あの人。俺がし…だろうな、おかげ…外部との接触を極端に嫌ってたこの島がね、じいさんなんか真っ先に反対しそうなのに。そうじゃな、お前の言う通り、少し前までのわしなら反対もしていただろう。だが外の人間を意識せず閉鎖的な生活をしていたこの島に対して魅力を感じてくれる者たちがいる。そんな者たちの姿を見ていると
これも悪くないと思えるようになったのじゃ。だよね。こんな田舎の、言ったら悪いけど、退屈な島にわざわざ来てくれるんだもの。うん、モリッツも必要以上に島の開発をする気はないらしいからな。マジでいろいろ変わったみたいだな。ちょっと離れてただけだってのに不思議な気分だぜ。4年はちょっととは言わん。お前というやつは全く4年の間に何が変わったのか、そのうち見てみたら。お、この組み合わせも久しぶりだね。ライザか。よっ。ランバー、久しぶりにボースと仕事できて嬉しいんじゃないの？まあな、ボースさんに不在の間に変わったこととか説明する役目をもらってさ、適任だろ？確かにこれ以上ない。ん？どうしたのボース、人のことをジロジロ見たりして。いや、絶対にありえんな。うん。ん？何？どういうことランバー？はあ、あれかな。実はモリッツさんがせっかく帰ってきたボースさんを話したがらなくてさ。実はって言われなくても分かってるよ。それでフルークスターの方だったかな、貴族のお嬢さんとの縁談をそれとなく進めたんだ。ああ、結婚して島に腰を据えてほしいと。有力者のご霊息も大変だね。で、ボースは断ったと。よくわかったな。もう取り付く島もない断言でさ、その反応にモリッツさんがすんげえ焦って聞いたんだ。まさかシュタウトのあれと心に決めているのではなかろうなって。ん？シュタウトのあれ？もちろんボースさんはそれは絶対にないって同じくらい断言して、今ここに逃げてきたってわけだ。こらボース、何が絶対にありえんなのよ。そういうとこだと思うんだよな。ここでいいの？フェデリーカ、こんなところで何してるの？ライザさん、あ、いえ、特に何ということは。ただ、考え事は。考え事って、サルドニカの？そちらは、二人がうまくやってくれているようです。考えていたのは、ライザさんやあの島のこと。フェデリーカ、ちょっと付き合ってくれるかな？はい、どちらへ？ちゃんと私たちのことを説明できる場所。きっと驚くよ。私たちもそうだったんだから。って感じで、私たちは故郷を救ったわけ。今また証拠りもなく危なくなってんだけどね。何を言っていいのか分かりません。錬金術にクリント王国、異界、いろいろありすぎて。説明が乱暴だったかな。
脅かすつもりはないんだ。ただ話じゃわからなかったと思うけど、怖いだけじゃない、ワクワクする冒険でもあったんだ。それで今新しい冒険に新しい仲間も飛び込んできた。私はフェデリーカのことをそう思ってる。それだけ言いたくてさ。ライザさん、あの宮殿に入ることができたのも新しい仲間のおかげ。まあ結果はあんなだったけど。ありがとうございます、ライザさん。私も仲間としてできることでお手伝いさせてください。そしていつかライザさんの言われるワクワクする冒険を一緒に感じたい。きっとすぐそうなるよ。改めてよろしくね、フェデリーカ。はい、こちらこそ、ライザさん。一通りみんなの様子は見れたかな。一度家に戻ろう。うん、いいね。空間フルーツの畑を増やしてるんだ。バッサ麦だって他に売れるほど美味しいのに。島の外に高値で売れるからね。うちはそれほど変わらないけど、思い切って畑ごと買えた家もあるよ。昔は空間フルーツなんて道端に生やしておけって扱いだったのに、変われば変わるものだよ。知ってる眺めが変わるってなんだか寂しいね。これから先もっと変わっていっちゃうのかな。これから先といえば、ん？お前はどうするんだい？どうするって、どうもこうも錬金術師として頑張るつもりだけど。そういうことじゃなくて、ライザの言うそれは生き方の話だね。ん？どういうこと？ごめんください、ライザさんはご在宅ですか？あれ、クラウディアだ。はい、ただいま。夜分にお邪魔してすみません。いいえ、いつもライザがお世話になって。もうそういうのはいいから。それでクラディア、何か用事？用事というよりお知らせかな。着いたよ、船が。それじゃあ。うん、一晩休息して出航は明日の朝。もうみんなにも伝えてきたよ。そっか、それじゃあ空間島で過ごすのも。今夜の食事はライザを送り出す会に変更だね。バレンツのお嬢さんもご一緒にどうです？あまり大したものはご用意できませんが。いいえ、すごく嬉しいです。この子の旅先の話を聞かせてもらえませんか？いろいろと心配で。私ちゃんとやってるよね、クラウディア。うん、ライザは旅先だと。そろそろ港に船が着いてるはず。よし、出発しよう。あの人は。みんな準備はいい？なんだか旅立ちも慣れてきちゃった。
クラウディアやレントにはこれが日常なんだね。だからって何も感じないわけじゃねえぜ。故郷を出るってのは特にそうだ。うん、だから思うの。旅立ちは楽しいもの。お土産を持って帰る時のことを思えばいいだね。まあ今度の旅の目的はワクワクできるようなものじゃないんだけど。あの二人を探して聞けることを聞いて、とっとと忌々しい宮殿の謎を解かないとな。それじゃあフォーレまでアンペルさんとリラさんを探しに行こう。ここがネメド地方。当たり前だけどクレリアとは全然違うな。昔の空剣島と比べてもすんげえど田舎だな。普段ならこんな大船は寄港しない辺境の里ですから。空剣島の照りつける暑さと違って蒸し暑い感じがするね。ちょっとだけ地図を見たけど、広大な森林と湿地帯が近くにあるみたいだね。こんな場所まで調査に来たのか。相変わらずだな、あの二人は。アンペルさんはライザさんのお師匠様という話でしたよね。大丈夫でしょうか。あの二人なら大丈夫だよ。きっとずぶとく過ごしてるはず。そうだね。あまり大きくない里なら人探しも難しくはないのかな。ま、当たるだけ当たってその反応で状況を探ればいいさ。さすが、こういう時は頼りになる。ん？どうしたタオ。ほらあれ、見慣れない道具が。さすがタオ、細かいところにも気づくな。こんな土地にしては随分と高度な錬金術か。どうだろう、調べてみないとわかんないけど。とにかく二人のことを聞き込みしてみよう。待て、よそ者、どこに行く気だ。どこと聞かれると困るな。ここは初めてなんだ。お前こそ何か用か。怪しいよそ者を見つけてやっつけるのが俺の役目だ。私たちは怪しいものではありません。ここには人探しに。黙れ。俺が怪しいと思ったからお前らは怪しいんだ。そんな無茶苦茶な。こいつは話したいんじゃなく腕っぷしを見せろって言ってんだよ。いいよな、ライザ。お好きにどうぞ。よし、じゃあやるか。よう少年、俺が勝ったらフォーレって場所に案内してくれねえか。勝てたらな。ディアンが負けた。あの暴れん坊が。信じられん。こんなもんでどうだ。わかった、俺の負けだ。